セリです。ゆずはです。ひなです。ピンク。ラテ。ティ。ビー。始まるよ。イエーイ。今日の企画は秋の私服紹介です。イエーイ。はい。6人全員の私服紹介していくので、ぜひ最後まで見てください。それでは、どうぞ。ゆずはです。ゆずはのコーデはこんな感じです。この上着はレピピさんで買って、薄いパーカーみたいなやつで肌寒い時に着るのがとてもいいです。そしてこの中のなんですけど、脱いでみるとここが2つで1つみたいな感じになっていて、すごく可愛いのと、このチェックっていうのが秋らしくていいなと思い買いました。これはピンクラテさんのです。でズボンはちょっと忘れちゃったんですけど、ネットショッピングみたいな感じのところで買いました。このズボンすごく伸びるんですよ。伸びて歩きやすいし、足がすごく細く見えるのでおすすめです。この靴はシュープラザーっていう場所で買ったんですけど、このボタンがすごく可愛くて一目惚れしたやつです。でこのリュックなんですけど、ピンクラテさんのもので、本当は先がついてるんですけど、ちょっと家に置いてきちゃって、でもすごく可愛くて、このリュックにこの洋服はすごく合うので、皆さんもぜひ真似してみてください。バイバイ。リナです。リナの秋の一押しコーデはこんな感じです。アウターは気温調節のしやすいね、デニムのジャケットを使いました。後ろのスポンジボブがすっごい可愛くて一目惚れしてくれました。ね、コロナが消息したらなんかユニバーサルスタジオに行きたいなっていう思いをね込めながらコーデを選びました。そしてね、中のワンピースは前はシンプルなロゴなんですけど、後ろねすごい可愛いバックデザインになってるので、アウター暑くて脱いだ時でも1枚ですごく可愛いワンピースになっています。靴は秋らしくブラウンのブーツにしました。またね、重くなりすぎないようにアクセサリーとかバッグはカラーものを選びました。靴以外は全部ハイパークチュールさんで、靴はエモダさんです。ぜひね、秋のね、なんかリナらしく秋コーデが組めたと思うので、ぜひ参考にしてくれると嬉しいです。それではバイバーイ。セリです。セリのコーデはこんな感じです。今回の秋の私服のテーマはモンブランです。秋といえばブラウンなので、ブラウンを取り入れたんですけど、暗くなりすぎないようにカバンと靴は白で、スカートと靴下はベージュにして統一感を出してみました。ブランドの紹介なんですけど、トップスがアズールさんです。でカバンがシーンさんです。でスカートがザラさんです。でこの靴がウィゴさんです。今回の私服は大人っぽくシンプルにまとめてみました。皆さんも参考にしやすいコーデにしてみたので、ぜひ参考にしてください。こんな感じです。バイバイ。アリアです。アリアのコーデはこんな感じです。まずトップスはこの水玉模様なんですけど、この落ち着いた色のブラウン でこの形に中にこのニットを着るっていうのが流行ってて可愛かったので、これに合わせてみました。でこのトップスの丈がちょっと短いので足長効果もあります。そしてこのボトムスなんですけど、これはレザースカートで、このマーメイドの形になっているのですごく可愛くて上品な女性になります。でこのレザースカートなんですけど、長さがちょっと微妙ないい感じの長さで可愛いです。スカートのこのブランドはシェイクシェイクっていうブランドです。フェニアのコーデはこんな感じでした。メイです。メイのコーデはこんな感じです。まず私のコーデのテーマが秋の大人っぽコーデなんですけど、秋っていうことなのでレザー素材の茶色いワンピとちょっとシアーな感じになってるんですけど、この水玉柄がちょっとモフモフした素材になってて、すごい素材を使った秋っぽいコーデにしてます。で全体的に茶色と黒でまとめて落ち着いた大人っぽい色にしてみました。
で、ブランドがキャスケットがバイラビット、トップスがザラで、このワンピーもザラで、ベストが島村、靴がエブリンです。メイのコーデはこんな感じでした。ぜひ参考にしてみてください。はい、メイの秋私服はこんな感じです。はい、ということで今回はですね、あの夏私服の時は結構大人っぽめだったので、今回はカジュアルでポップなコーデにしました。ブランドはイヤリングはサンキューマートかスリーコインズで、このワンピースはコルニーメイビーです。靴下が靴下屋さんで、靴がターガールみたいな靴屋さん、ネットで買いました。このコーデはザ、なんかポップって感じで、このツインテールもしてもらって、ちょっと元気なコーデにしてみました。以上です。バイバイ。はい、ということで皆さんどうだったですか、この6人のメンバーの私服は。秋私服ですね。参考になりましたか？なりましたか？参考にしてほしいですね、うんうん、いろんなね、ジャンルがあったと思うので、自分の好きなコーデをね、参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。